おはようございまーす。ティナと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルのビクトリー、グレートドラキー最強伝説、やっていきたいと思います。お久しぶりです。食い気味だったなー。あのね、まず、聞いてほしいことがあるんですよ。まず、私は今これを撮っています。この回が多分13回か14回ぐらいだと思うんですけど、編集上。まだシャープ維持上げてないんですね。シャープ1を作成した日時はですね、2022年の12月14日なんですよ。もう去年よ。去年にシャープ1作ったんよ。去年にシャープ1作りまして、で、前回のパートを作ったのが4月24日なんです。で、今日は何日っていうと、2023年の8月な。さあ、4ヶ月ぶりですね、マイクマンさん。ついにこの時やってまいりました。代表勇者決定戦開催。あ、そっか。モンスターマスターの大会はクリアしているんで、もう代表勇者決定戦出るんですよね。だから、表のエンドはもう見ようと思えば見れるんですよ。ただ、いつもの大会を、まあ完全制覇をね、目指してる以上、ここの二つは避けられません。モンスターマスターね、なんとかやったんで、グレートドラキーでよくやったなと思いますよ、グレートドラキー。褒めてあげたいです。もう、いつになっても褒めてあげたい。はい。そんなグレートドラキーのね、合体素材が、この二つの決定戦に挑むことになるんですけど、これだけは挑みたくねえなー。さあ、ドラゴンクエスト、モンスターバトルオブビクトリー、賢者代表決定戦だ、行くぞー、イエーイ。どっちもどっちだな、おい。こうしてみるとパーティーが。どっちも爆発ばっか使いやがって、爆発ばっかじゃねえか。さあ、最強賢者決定戦、マスタークラス大会のね、賢者ですよ。賢者はね、まだね、希望があると思ってる。まだ希望がある、賢者は。さあ、ミスターモリーさん、どうも。ようこそ戦いの聖地。エリス組のプレイヤーたちによるハイレベルの戦いを期待してるぞ。もう、大会スッと出れるのっていいよね。ぶっちゃけるとさ、大会ってやっぱ予選とかあるもんだと思うからさ、スッて出れるからね。妖怪方がいいか、だけだからね。ああ、いや、杉谷に匠くん。まさか友達二人もエントリーしてるとは驚いたよ。じゃあ、翼エントリー取り消せばいいじゃないか。おすねよ。おめえ最強伝説作んでやろうか。さあ、この二人がね、立ちはだかってくるんですけど、問題はもう2戦目からもうね、大変なんだよな。ぶっちゃけで言うと、2戦目からもう大変です。さあ、1戦目。ここもしっかり相性が発動してます、もう。一戦目からね、職業相性が発動してるんで、全く油断のできない戦いとなっております。生前の盾なんか持ち上がって、ま、俺らは多分ね、物理攻撃しないんだけどね。杖は悩みました。その結果、裁きの杖に行き着きました。231というね、暴力的な賢さ。そしてドラゴンローブで補強して253か。オッケー、十分だ。そんだけの賢さ上がりゃ十分だわ。行くぞドラキー、ドラキーマー。舐めてるとしか思えねえんだよな、どう見ても。この、メンツがさ、やっぱさ、いつ見ても舐めてるわ。相性込み込みで2255しかないんでしょ ?HP。大丈夫?さあ、HP 差がね、まあ、とにかくこっちがミニモンチームというのもあり、HP 差がひどいのよ。ああ、負けてるね。互角どころか、負けてるね。さあ、問題はバギマウっていうけど、ドルマそう。このドラキーちゃん、噛みつき攻撃がドルマに変わります。余裕にもよってそっちがね、変わっちゃうんですよ。超音波変わってほしかったんだよね。痛いなぁ、もう。多分狙われるのはドラキーだろうな、ずっと。ドラキー 25% の回避率で起きてもらいましょう。相性込みのね。相性込みでドラキーの回避率はね、25% ほどになるんで、それを生かしていくしかない。それ生かすしかないって感じですね。問題は、
横の2体よ。あ、さばきのイカ槌。あ、ドラキーに行く。それもダメだね。ドラキー食らうね。避けましょう。とりあえず避けようか。避けろ。ダーン。きついな、おい。大きく羽ばたいたーん。こっちの攻撃が貧弱やな。威力ケースは高いぞ、ドルマ。ドルマ、行け。ブラックファイター。全然じゃねえか、お前。どこ狙ってんだ、おめえも。おめえはどこ狙ってんだ。あ、通話した方がよかったか、通話した方がよかったかな。キラピだっけ、ハイブサの剣だっけ、確か。あ、だね。あ、オッケー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 。まあ、何にもオッケーじゃねえんだけど。何にもオッケーじゃねえんだけどな。次のターン、通話は必須だね。眠らせりゃいいんだよ。よし、主人公寝た。オッケー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 。いいよ。いちいち効果に持ってった。とりあえず037はボウガンの雨か。お、いいね。ドラキー避けんのいいよ。いいよいいよ。その1ピより耐久2200しかねえ耐久だからな。2200しかないボロクソ耐久だからな、こっちは。いけ、ドルマ。ブラックファイター、いくぜドルマ。はい、オッケーオッケーオッケー。ちゃんとそこ狙えばオッケー、そこ狙えばオッケー。さあ、問題は、ストライクアローで来ちゃった。スクルトに来てほしかった。大丈夫か？あー、これ2回だ。2回判定だ。つばぜで勝つしかないね。賢者はやっぱり、攻めにも守りにもいけますけど、勝負はつばぜ合い。主人公入りならつばぜ合いが必須です。で、サバギのイカズチはキラーマシンに落とします。お前がそうすんなら俺だってそうするわ。行くぞ！くらえ！なんでやねん！さあ、つばぜり合いですよ。狙うしかないね。ここよ！オーノー！メンタルで勝ちます！ 4 ヶ月ぶりのブランカーきつい！ 4 ヶ月！ 4 ヶ月のブランカーきついか？いける、いける！全然勝ちました！よもやよもや、一回戦負けとは情けないのよもやよもや、一回戦負けしてんじゃねえかいや、パワーが足りない。全然パワー足んない、このパーティー。どうしよう。いや、なんかさっきは悪い夢見たわ。いや、まあ、予選落ちどころかね、もう、なんか予選落ちしたような夢見たわ、まるで。よー、じゃあ、賢者大会やっていきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずね、杖変えました。同じバギバ撃つんだったら祝福の杖でいいやっていう結論に陥りました、私は。で、問題はね、このチーム火力ないっす。マジで火力ないです。唯一火力が期待できたドラキーの噛みつくですら、会心が期待できないドルマなんちゃかになっちゃったんで、そうなると、祝福の杖で、ベホイミ振ってった方がいいんじゃないかなと。あ、いいね、スクートに逃げてくれた。来た、スクート。それそれ、リリッピのね、欠点といえばそのスクートだからね。さあ、問題は、バギマはいいんだわ。サウギの寝かしが問題なんだわ。そうそう、バギマについては硬いから大丈夫。さあ、寝かせよう。はい、キラマシンが寝た。オッケー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 。いちいち交換、オッケーオッケー。いちいち交換した。ドルマ、どこでも打つよ、君は。ただ。はい、ドルマ！リリッピに打ったか。よし、2ターン目につばぜり仕掛けましょう。さっき3ターン目仕掛けてさ、ひどい目にあったような気がするから、そんな夢見たから。なら、まあ、ここはね、2ターン目。安定に勝てる2ターン目を選びましょう。あ！いや、まあ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 、いけるでしょ。いける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 。よっしゃ、オッケー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 。この勝ちはでかいよ。だってここハヤブサの剣だもんね。君、ここハヤブサの剣でしょ。キラーマシン寝てるし、主人公動けない、リリッピしか動けないんだよ。もうこの2ターン目のつなぜででかいな。かつ超音波、威力の低い技をまた威力の低い技を打ち寄って、しかも叩き起こしただろ、お前。あー、早いな。早いな。
羽ばたき攻撃。羽ばたきもあまり効果がないな。さばきの杖持ってもんな、向こうが。まあ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 、スクルトに逃げてくれるんだったらありがたい。うまいこと耐久していきましょう。ここは攻めていいね。4ターンかけて、勇気を貯める戦法でいきましょう。グレートドラキーを召喚するのはちょっとリスキーというか、そんな余裕はないというか、そんな余裕はないですね。はい。とりあえず攻撃技打って、4ターンで勇気を貯める。普通の戦法でいこうや。行くぞ！いざ！大丈夫大丈夫大丈夫。いいよいいよ。しっかり当てれば大丈夫だよ。大きく羽ばたいたー！ OK, 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 OK. さあ、問題はこいつだ。火力は高い。向こうの方が平均火力は高い。耐久できる、しきれるか。さばきの形がきついね。さばきの形でドラキーに落ちるんだよね。で、ドラキーが300ぐらい損なぐんだよね。痛いなー。ちょっときついなー。ドルマで、どうする？最悪の事態は考えるか？いや、いや、デフォイミでいいと思うけどな。さすがに、さすがに勇気たまるでしょ。さすがに勇気がたまると思うから、デフォイミでいいと思うんだわ。ただ回復呪文はね、勇気のたまりが遅いっていう欠点があるんだ。ただ、向こうにこっちを止める手段はないんで、勇気が問題なければたまるはず。羽ばたきをミスったりしなければね。大きく羽ばたいた！オッケー！いいよー！勇気溜まった！オッケー！勇気溜まった！よし！あとはブラックファイター、ドルマ。はい。本当にお前どこでもドルマ飛ばすのね、ドラキー。判断力が悪いのな、お前。オッケー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 。削り切られることはなかったな。ないな。ない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 。リリッピのストライクアローが痛恨であろうが耐える。スクルート！うん！よし！それでいい！よし！よし！初戦突破！まあね、初戦なんでちょちょいのちょお茶の子さいさいというわけですよ。初戦で負けるやついるって話ですからね、まあ。さあ、トルネード行くぞ！ドラキースキャンするとトルネードが飛んでくるからな。えい、ー、しかち、はい、勝ち。オッケーオッケー。順調に1回戦突破。さあ、2戦目。ここが鬼門です。何がって言ったら、ルーンスタッフ持ってる賢者とギズモがいるってことです。ダメだって、ルーンスタッフとギズモは。賢者パーティーとしてね、普通に完成してんだわ、おめえら。いやー、きつそうだな、これ。何がきついかって、HP も互角なんだよね。ギズモがいるにもかかわらず。に、同じじゃねえか全く同じ HP じゃねえかおお、全く同じ HP か。そりゃもう話が早い。つばぜり合いが勝負の鍵を握りますね、これ。全く同じです、なんと。締め付ける嫌だなー。締め付ける嫌なんだよなー、これ。そう、ルーンスタッフの恐ろしいところはこの締め付けるにあるんですよ。あ、いいよけ、いいよけ、いいよけ。よっしゃ、行こう。バギーまでね、ギズモの弱点をついていく。これは打点出るんじゃない？ほい！いいねー！ 168 と 142！ いいダメージ出たなー。これ削り切り狙えそうだね。うまいこと。いいよけ、いいよけ。大地の怒りもね、ドラキーが受けてくれるなら大丈夫。さあ、超音波？ほい！あー、ギズモが、そう、ギズモによけってあれときつい。そうなんだよな。ギズモを狙ってほしい。そう、そう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 。オッケーオッケーオッケー、いいよ。きたーうっそ。あぶね、主人公止まんなくてよかった。主人公止まんないならまだなんとかなるよ。行こう。当然行こう。二ターン目だね。これも二ターン目だ。さあ、マックス止めたぜ。勝てるもんなら勝ってみろや。よっしゃ、オッケー！オッケー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 。とりあえずは、最悪のとどめを打たれるってことは、ないな。
まあ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 、まあ、そこガードは仕方ない。ギズモさえね、ギズモさえ当たりゃいいのよ。このギズモがね、耐性お化けで厄介だからな。さあ、メダパに来たよ。メダパに嫌だ。なあ、お前ら、お前ら、やっちゃったね、君たち。そういうことするからギズモ嫌いなんだ。なんで締め付けるもするんでしょ。これ嫌だな、こいつ嫌だわ。何2戦目嫌なんだよ。鬼コンボ最強だよ。うわもう何もできねえじゃねえかよ。もう何もできねえじゃんか。じゃあもう何もできねえじゃん俺ら。俺ら何もできねえ。2戦目本当に鬼門なの。こういうことになるから2戦目鬼門なんだっつうのに。あ、やばい、黄金の音やばいって、それやばい、痛い、うわー、ダメージエースに負け始めたぞ。トマトに攻撃入った、いくぜ。どうする、こうだな。スペシャルカード発動、瞑想だね。うん、瞑想なんで羽ばたき攻撃がね効かなくなっちゃうんだけど、これは仕方ない。子守唄の方が良かったな。そうそう、分かってたことだから、分かってたことだからね、子守唄の方が良かったな。いや、ドルマでいけ、ドルマ、はい、あー、まあ588か、いけるか、多分いけそうだな。これ狙うか、多分このターン死ぬことはねえし、全員止まらなければ撃つことは可能だからね、狙うか。今瞑想見たもんね。ただ持ってんのが、あいつ聖女の盾持ってんだよな。そう、こいつ聖女の盾持ってんだよな。で、ギズモの耐性もあんだよな。いやー、でも行くしかねえ、行こう、いや行こう、これね、このままやったら削り負ける。それやったらガード率、お前ガード率見せてみろよ。これはハイドロポンプを当てるのと同じ原理さ。いけー、オッケー、はい、オッケー。ハイドロポンプの原理だったら外れてたぞ。3回戦ここに勝てばかなりね、安心できます。さあ、どうでしょうか？うわーい！海チームだねー！すっごい海だねー！さあ、ここ勝ちたいなー。すっげー海だな、お前ら。海からやってきたなー。さあ、2511。聖女の盾を持っています。再び。まあ、とりあえず2につばぜり合い仕掛けるのは確定なんで、もう確定事項となったんで、削り合いはまあ不利だろうな。向こうが違法意味持ってるし、吸収の杖を持ってるんで、吸収の杖で回復されていくと、もう、どうしようもない。あ、いい！そうか、シールドオーガがいんのか。シールドオーガがいんのか。バギマ！まあまあまあ、十分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 。軍隊ガニとシードガニ、そんだけ出せるのは大丈夫だ。で、吸収の杖がね、これがね、あの、HP をね、思いっきり回復できる技だからね。ドヤ顔で見せていけろ。まあ、羽ばたき。それはガードされる。まあ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 、仕方ないでしょう。これは仕方ない。仕方ない。仕方ない。シードクラッシュがドラキーマにいた。シールカシがそんなに食らう技じゃないはずなんだけどな。とりあえずここで、ね、主人公は寝なきゃ大丈夫。オッケー、いいオッケー、よし、行きましょう。ここつばぜれ勝って、さっきね、なんか匠ね、心の準備ができてないとか言ってたからな。
俺は心の準備いつでも万全だぜ。まあゲージ止めミスったけどね。オッケー、競り勝った。オッケー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 。さあ匠くん、どうしてくれる、こっから。とりあえず勝ち筋は見えてきたね。ね、瞑想大好きだね、君たち。君たち瞑想大好きなんだよ。とりあえず勇気貯めて素直に勝とう。ここはオッケー、ナイスドルマ、ナイスドルマ、暗黒の呪文ドルマ、はい、素晴らしい、いいとこ打った。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。よし、勝ちが見えてきたな。バブルボムはそんなね、威力も高くないし。ああ、いい、いい避け、いい避け。本当に今回避けてる。いい感じに避けてる。シードクラッシュ、まあ、ドラキーマに行くならまだいいか。おーっと、こぼれたー、よいしょ、あざまあ、しゃあないか。まだ耐久余裕あるよね。できれば4ターンで貯めてしまいたいところ。来た！イオとホイミが合体して、イホイミ。さあ、どんぐらいかかるかな？えっと、ナイスガード！ナイスガード、ナイスガード、ナイスガード。ドラキー飛んでった。ドラキーすげえ飛んでったけどな。羽ばたき攻撃がそんなとこ行った！まあ、当たればいいよ。バブルボム。好きだね。ひっくり返すよりマシか。まあ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 。ダメージはそこまででもない。さあ、ドルまで。はい、オッケー、いいとこ狙ってるね。とりあえず4ターン目で勇気が溜まるとは思うけど。オッケー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 。多分これはグレートラキー出番なしですね。本流と行きは大丈夫。オッケー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 。それはオッケー。いいね。余裕ある。余裕ある、余裕ある、余裕ある。1025もありゃ、大丈夫。いける。よほど、ひっくり返し痛恨、白ガス痛恨とかじゃなければ大丈夫と思うけどな。そんなバカげた話あるって話だけどな。軍隊ガニでね、止められることを危惧して、こっちもバギも撃っちゃったけど。オッケー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 。オッケー、青写真が見えたな。羽ばたきがそんなとこ行った。え、あ、ちょっとえ、あ、ちょっとさあ、いよいよ決勝まで上がりました。一回戦で負けるやつなんていないと思うんですけど、まあ順調にね、失敗もせずにここまでやってこられましたね。決勝進出、シードにもなりましたね。緊張して、つばぜに失敗しちゃった。わかるぜ。俺だってね、連打ね、連打した時にね、黒ブレで、54連打出た時あんのよ、一回。で、調子に乗ってね、やってたらね、次45連打とかあるからさ。もっとたくさんね、やっぱ連打が大事だよ。連打、連打。うん。やっぱ、つばぜり合いだよ。うん。もう、つばぜりをガンガン仕掛けていかないとダメだよ。さあ、問題はね、この翼。普通に戦えば問題はない。普通に戦えば勝てる。ただ、今回の縛りは、まあ、俺らが、ドラキーだってことだ。さあ、決勝戦。翼にはですね、とある欠点がありまして、なんとこのチーム、職業愛称発動してません。なんともう、2091です。だから。何を考えてるんだ。職業愛称が発動しないチームでね、よく決勝まで上がってこれたよな、お前って。毎回この実況言ってます、僕。しかも、賢者にね、メタルキングの盾っていうね、まあ、まあ、まあ、あんまり、意味のない。意味、あんまないんだよな、賢者につけても。しかも、賢者のローブでしょ？余計意味ないで。ほい！まあまあ、十分な打点だ。HP 勝ってるからね。ただ、デイン落とされたまずいって言った瞬間からデインが降ってくる。やめね、ドラキーは弱点だから。ドラキーマは大丈夫。ドラキーマ大丈夫。ドラキーマなら大丈夫。マなら大丈夫。バギとヘアドが合体して、バヒャド。でもバヒャドはどうだ？そんな食らわないんじゃないかな。まあ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 、波のダメージって感じですね。バヒャドは大丈夫だよ。
羽ばたき攻撃羽ばたき、さっきなんか羽ばたきでとどめさせたんだよな。うわ、来た海竜。見た目は強そうに見えるが。おい、よし、しょ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 、オッケー、いい、いい回避率だ、いい回避率だ。さあ、ドルマ行くぞ、行くぞ、せーの、えい。うん、それダメだわ。そこ打ったらダメだわ。はい、行きます。つばぜ仕掛けてきます。というか、向こうも。行くぞ。よし、順調にここは競り勝っていく。あとは耐久してでも何とでも、この翼のパーティーに一番厳しい点があって、3ターン目ギガデインなんですよ。だから、普通に攻撃きついよねっていう。耐久が足りるかどうか。だから次のターン、ベホイミはちょっとこすりたいとこ。お、氷田が逃げてくれたのはありがたいね。よし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 。一応、一でかいよ。その一応もでかいよ。まあ、巨大な牙はね、威力が高い。ちょっときついか。あー、きつい。こうだな。うん。勇気も貯めたいし、で、ここのターンギガデインいきます。分かってんじゃねえかと。これ、ギガデインがきついのよ。普通にやってたらね。あ、でも、そうか、ギガデイン軽減してんのか。ドラゴンローブのおかげで軽減した、少し。そうか、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 そうか。ドラゴンローブ、ここで生きたか。いや、忘れそうになるわ、本当に。ドラゴンローブの効果。回復呪文唱えて、これ、リーサルいけますね。決めてもらいましょうか。あ、これいけるね。相手メタキンの盾でしょ？これ、これいけますね。たとえ、痛恨が出ようがもう勝ってる。いや、さすがに、829あれば大丈夫だ。いける。で、デインがドラキン落ちようが、耐久できる。よし、今の秒今間違ってない。あーっと、危ない、おっと、危ない、大ピンチ、ピンチはチャンスに変えるもの、レッツゴー合体モンスター召喚だ。私はタホドラキ、さあ三味一体グレートドラキ、すべてを凍らせるつもりだ、グレートフルブリザードゴー。よいしょー、強ーい。あー、いい勝負だったな。よーし、まあ一発突破ですよ。よかった、一発突破です。本当にありがとうございました、一発突破です。いやー、初めに見たのは俺のなんかね、夢ちょっと、あの夢ね、あの夢がね、ちょっとあれですね、未来予知みたいなとこですよ。うん、いやー、てか翼はなぜ職業相性を組まない、かたくなに翼は職業相性を組まなかったからね、賢者。なんで職業相性発動してないんだって。チームを作るのはとても難しい職業。そうだね、最終的にね、行き着くのはダースドラゴンとデスドラゴンになるんだけどね。だからね、俺もね、普通にやるんだったらダースドラゴンとデスドラゴンで組むんだけどね。いや、ギリギリの耐久だったね。ベホイミしといてよかった。さあ、無事に賢者も終わりました。残りはね、上級職大会、最後の鬼門、バトルマスター大会です。